今日はちょっと鼻の筋肉を衰えさせないでほしいと、鼻にも筋肉と鼻がやっぱり年齢とともに横に広がってきたりですとか、その鼻の筋肉の衰えでここのほうれい線につながったりとかするので、ほうれい線予防にもなると思いますので、鼻が最近ちょっと下がってきたなとか、鼻の穴が広がってきたなっていう方はぜひお試しください。そして私のように男性から女性になった人は、やはり鼻がやっぱりちょっと大きすぎると、なんかちょっと男っぽかったりとか、女性らしく見えなくて、ちょっと外歩くの恥ずかしいっていうお悩みを抱えている方の体操にもつながると思いますので、ぜひ女性の方で最近ちょっとお鼻の筋肉がっていう方、そしてちょっとほうれい線がっていう方、そして私のように男の子から女の子になったよっていう方もぜひ参考にしてください。それではスタートです。こんにちは、こんばんは、ココアートチャンネルへようこそ。動画をご覧いただきありがとうございます。ということで、本当でしたらこの動画前回にお伝えしたかったけど、またしても私お伝えするのを忘れておりました。これほうれい線にも効くことになるので、本当だったら前の動画でと言いつつも、この動画が連続でアップロードされているのか、何かが入っているのかはいまいちちょっとまだわからないんです。編集者の都合によりますのでわからないんですけれども、撮影自体は顔下半分、ほうれい線予防とか口元のシワ予防の体操のそのまま撮影しております。ご了承くださいませ。ココアートチャンネル、はい。ということで、いきなりなんですけれども、鼻にも筋肉があるって皆さん意外じゃないですか？でも鼻をキュッと膨らましたり閉じたりできるじゃないですか。子供の時こうやって鼻を膨らましたりとかしなかったですか？私よくやって、鼻がこのまま大きくなっちゃうよ、広がっちゃうよって言われたんですけれども、そういう体操しなかったでしょうか？そのくらい鼻には筋肉があります。鼻の形って人それぞれにもよると思うんですけれども、やはり鼻がバーッと広がってきたりとか緩んできたりすると、鼻が大きな印象になったりとか、ちょっとそのままほうれい線につながっちゃうような、そういうところがあるんですね。なので私は時々鼻をキュッと締めますね。鼻声になっちゃうんでございますよ。なんかちょっと黒柳徹子だな。皆さんこんばんは、黒柳徹子だな。なんかちょっとそんな感じなんですけれども、ちょっと鼻声になりますけども、お許しくださいね。ちょっと都合上鼻声になりますけれども、鼻をつまんだ状態でちょっと上に向けるんです。こうやってちょっと上に向けるんです。これを10秒繰り返します。この時口で息してください。1 2 3 4 5 6 7 8 9 10。これをするだけでもでここれをするだけでも鼻が割とシュッとしてくるんですよ。で、その時はすぐまた戻っちゃうけれども、日々これを繰り返すと、ちょっとツンとした、ちょっと綺麗な鼻が作れるんじゃないでしょうか。やっぱり男性から女性になった人って、この小鼻の筋肉が発達してて、より広がって見えるところがあるので、小鼻の筋肉を細くするっていうのは、日々やっぱり縦に動かすことで、やっぱり細くなってきます。これも全ての人に当てはまるかどうかちょっとわからないんですけれども、私もやっぱり鼻が大きなのが悩みだったんですけれども、鼻をこうやって狭めるように、やっぱり癖づけていくと、やっぱりそれ以上は広がらないのかなって、やっぱりほうれい線にもつながっていくことになると思うので、鼻は時々はここの筋肉を戻してあげるというか、そしてどんどんこう下に下がってくるので、鼻が下がってきてこの小鼻が上がってくるっていう印象があると思うんですよ。科学的なことは何もわからないです。私が体感としてあるだけなので、これ本当にわからないんですけれども、私はそういう感覚があるので、鼻をキュッとして上をこうって向かせるような、そういうことをお風呂でやっております。だから鼻の大きさとか小鼻がちょっと発達しすぎて、なんか鼻が大きく見えることで悩んでる方とか、鼻の筋肉がちょっと弱まってちょっとほうれい線につながっているという方、ぜひやってみてください。そして骨自体はそんなに動かないんですけれども、若干この辺にもやっぱり筋肉ってあるんですね。なので私は男性から女性に変わる頃に、ここもこうやって押さえたんですよ。あまり強く押さえると骨に影響あるので、あまり強く押さえないでくださいね。こうやってギューッとこっちに引っ張るんですね。そしてこっちに引っ張るんです。これを30秒ずつ繰り返してみてください。時間がある時に。これ何にも効かないでしょうと思ってるかもしれないんですけれども、私はもう気持ちかもしれないですけれども、鼻がシュッとした感じなんですよ。ぜひやってみてください。爪が長い方はこの指のところでこうやってやって
いいと思います。やっぱりツンとしたシュッとした鼻で痛いじゃない。だからこうやってまた男性から女性になった方のこうお鼻のメイクなんかもまたねやれたらいいなと思って、メイクでもかなりカバーができると思うので、またメイクもそういうので提案できたらなって。やっぱり私は顔を描く絵描きなので、この絵の立体感、このデッサンとか絵の陰影を利用してこういうなんかちょっと立体的に顔をちょっと錯覚できるような、そういうメイクも今後提案していきたいなって。私の絵が何かメイクに役立ったらいいなって思ってるので、また何かご質問がある方はコメント欄までお願いいたします。ということで今回はちょっとお鼻にも筋肉があるので、鼻の筋肉をシュッとさせる、鼻をシュッとさせる、なんかそういう体操をご提案しました。合う人合わない人いると思いますけれども、よかったら実践してみてください。最後までご覧いただいてありがとうございました。それではまた。ここはまたチャンネル。